株式会社時事通信社は1945年11月に創立された日本の民間通信社である同盟通信社の法人サービス部門が母体国内77カ所海外27カ所の死者や創始局を有する報道機関や出版社などに事件や政治といった一般ニュースを配信しているほか行政機関や金融機関に対して行政 経済の専門ニュース配信を行っている。以前は略語に JP を使用していたが、現在は時事を使用している。戦前の国策通信社であった同盟通信社には終戦後 GHQ から圧力が加えられていた。GHQ が日本政府へ、日本政府のニュース統制の排除、各国の外伝通信提供の自由を呼び、 政府の女性機関たる同盟通信社の特権剥奪の指令を出したのをきっかけとして、同盟通信社は1945年10月31日解散、共同通信社との2社に分割した。主に経済ニュースを民間企業向けに配信する部門と世界周報をはじめとする出版業務を引き受けたのが、時事通信社で、一般報道部門は共同通信社に移った。 共同通信社とは異なり、設立当初から、株式会社組織である。同盟の目星さんは、共同が引き継ぎ、さらに知事は、外地から引き上げてくる元同盟社員の受け皿とされた、ために、人件費がかさみ、船出が設立当初から順調には進まず、苦難の道を歩まざるを得なかったのである。1949年には、日本商業通信社と統合。 また、AP 通信、ロイター、AFP といった海外の大手通信社とも、発足初期より、提携関係を結び、戦後直後の混乱期において、海外情報の情報源としての役割を果たしていた。共同通信社とは、分割時から再統合を視野に入れていたため、当初は、ニュース分野で住み分けていたが、1964年に、開催された。 東京オリンピックをきっかけに時事がマスメディア向けニュースサービスに進出、両者とも互いの分野を侵食し合う競合関係となって、再統合構想は消滅した。同盟会参事、古野伊之助は将来時事と共同が再合同することを期していた。一般ニュース分野と経済通信分野とに分割して、 住み分けを図ったのも、両者の無用な衝突を避けるためである。そして、時事は、一般ニュースを必要とする場合は、共同から無料で供給してもらえばよい。専用船も、共同のものを無償で使用すればよいとしていたが、実際に分社化すると、そのようにはいかなかった。一般ニュースの実施取材は、覚書によって厳しく制限され、また、 敗戦後間もない日本経済は著しく疲弊しており、経済通信での収入もかんばしくなかった。このため、1949年7月14日に、社長の長谷川歳司が、共同上無理事の松方三郎と直接交渉し、両者は覚書の撤廃に合意した。以後、共同から時事へのニュース供給は途絶し、 フルノの意図に反して、両者の本格的な構想が始まった。民間の通信社が、マスコミから得られる収入はわずかで、大半の社は、金融機関向けの情報サービスを稼ぎ頭としている。この収入構造は、時事通信も同じだが、1971年に、大倉省の指導のもと、日本経済新聞社が、子会社、 株式会社市標情報センターを設立して、金融機関向けに開始した、経済情報サービス専用端末、ビデオアイで、経済情報サービス分野に参入したため、急速に市場を奪われ、新たな脅威の出現により、自治の経営が悪化、さらなる苦境に陥った。大手報道機関の社員待遇が、他の業界に比べて恵まれている中で、業界内では、三景残酷。 時事地獄と社員待遇の悪さを揶揄された。さらに日本経済の国際化が進み、イギリスのロイターやアメリカのブルームバーグなど国際通信社が日本市場に本格参入したことで時事通信社の役割は薄れた。1971年は時事にとってもう一つの意味で特別な年であった。この年の6月、初代社長の長谷川が退陣したのである。 独裁的とも評される、長谷川の経営方針や、政財界寄りの態度に不満を覚えた社員らは1968年、実質的には機能していなかった、時事通信社労働組合に代わる組織として、時事通信労働組合を結成し、待遇改善などを要求する運動を展開。組合には、約120人が参加した。 1971年3月26日と4月28日、組合は全日ストに突入し、機動隊が出動する異常事態となった。老子の対立は、1971年5月の第51回定期株主総会で頂点を迎える。席上、組合委員による質問が突如打ち切られ、提出議案が強行採決されたことに、 組合側が猛反発し、総会は紛糾した。こうした一連の混乱の責任を取って、長谷川ら経営陣は辞職した。1990年代には経営再建をかけて、ロイターと提携した。ロイターによる、時事買収の不責とみられたが、2000年頃にはロイター、自身の経営も悪化し2006年現在では、この提携が効果を上げているとは言えない状況である。 また、共同通信社との再統合の話もたびたび、浮上するものの、実現には至っていない。1996年の三菱銀行と東京銀行の合併のスクープを、日本経済新聞と、ほぼ同時に流した。両校の合併はこの年の最大のニュースで、時事、日経の両者とも、その年最大のスクープを表彰する、新聞協会賞の候補として、 日本新聞協会に申請した。しかし、時事通信の経営陣は顧客である日経を差し置いて、受賞できないと判断し、申請を取り下げた。これに反発した、当時の取材チームの一人は退社し、t b s に転職した。さらに別のメンバー、酒井祐介も時事に残留したものの、同年に不整脈のため33歳で死去した。酒井は当時、 日銀クラブの記者として、重点問題などの取材で、月100時間程度の残業が続いており、東京、中央労働基準監督署は、労災と認定した。それに前後して、大量の社員が退社、民放や外資系へ転職するという事態に経営失策と、社内からの批判が強まり、2005年、坂木原淳社長が、任期途中で退任に追い込まれた。その後、 2005年から2008年は、若林製造。2008年から2012年は、中田正宏。2012年から2016年は、西澤豊が社長を務めた。2016年から2020年は、大室正雄。2020年からは、坂井勝彦が、それぞれ社長を務めている。時事通信社は創業以来社員株主制度を取っており、 外部資本が入っていない。株主が投票で取締役を選び、取締役が5000で代表取締役を選ぶ。昭和35年以降、株主が代表取締役候補を直接選出する制度になっていた時期もあった。2019年7月1日現在、社長室、総務局、法務室、経理局、解説委員、編集局、 システム開発局、業務局、マーケット局、総合メディア局、東京五輪パラリンピック対策室、国内、海外支社総支局を持つ。意見、主張を提示する、論説委員を置かず、テレビ局と同様に解説委員を設置しているという特徴がある。市政会館、時事通信社が本社を置いた。地名の後の人名は、支局長、内市は不妊中の記者。 中国と東南アジアの各市局では地元に軽企業向けにファックスや電子メールで最新ニュースを配信する有料サービス時事速報アジアが行われているこのため該当する市局は現地法人化され市局長は現地法人の社長を兼ねている同盟通信社から出版業務を引き継ぎ経済産業行政関係ビジネス書 行政研究所、教育書を出版している。雑誌は、教員養成セミナーがある。かつては、週刊時事や、世界週報男性誌、エルメディオンを発行していた。昭和21年4月、時事通信社は、調査局を発足させ、外部から調査を受け負う事業を始めた。当初行ったのは、大倉省からの実態調査委託、独自企画の世論調査などだった。 昭和24年に調査局が世論調査室に改められた。昭和29年9月に世論調査室を主体とし、国立世論調査所の機能を引き継いだ中央調査者が設立された。時事通信社社内の全同文昭和29年9月28日付によれば、中央調査者の実態はあくまで時事通信社の付属機関であり、世論調査。 市場調査、実態調査などの受託調査を仕事とするが、表看板は独立した社団法人である。時事通信社が運営するニュースサイトであるとともに、同社の公式サイトでもある。2015年11月25日に AKB48 が12月8日で、 初公演から10周年を迎えるのに合わせて、時ットコム内に AKB48 グループのニュース専門サイト、AKB48 グループニュースワイヤーを開設した。また、上述の通りインターネット行政情報サービス、イジャンプも開設している。ただし、こちらは、中央省庁や地方自治体などの会員専用サイトになっている。 abcdefghijk 基本情報、時事 .com-abc 決算情報、時事通信社決算情報時事通信社 ab 国際地域研究センター、世界のメディア p90 商品、サービス情報時事通信社 ab 時事通信社 1985p29、川島広報時事通信占領基論調査全10巻。 時事通信社50年誌49ページ、時事通信社50年誌65ページ遠隔、株式会社クイック時事通信社50年誌116から117ページ、時事通信社50年誌106ページ時事通信社50年誌113ページ、時事通信社50年誌115ペ,ページ、赤弁連愛行く、株式会社時事通信社代表取締役社長、大室正夫さん。 関東弁護士会連合会。2020年7月5日閲覧。AB、時事通信社長に、境取締役、大室社長は、相談役に。時事 .com、時事通信社。2020年7月5日閲覧。ABC 時事通信社 1985P337、P 組織。 ネットワーク時事通信社時事通信社50年市572ページ時事通信社50年市576ページ AB 時事通信社50年市578ページ海外支局一覧時事 .com 世界周報の休館について ABCDE 時事通信社1985 ピアニッシ四百八十一四百八十八 a k b フォーティエイト専門サイトを解説イコール姉妹グループ情報も引く時事通信時時 .com ニュース時事通信社二千十六年四月二十六日時点のオリジナルよりアーカイブ二千十八年十月二十四日閲覧 a k b フォーティエイトグループニュースワイヤートップページ時時 .com ニュースハット AB 時事通信が陳謝の記事配信をリンパス元社長に直接取材せず共同通信社47ニュースオリジナルの2011年12月3日時点におけるアーカイブ https://web.archive.org/web/20111203083303/http://www.47news.jp/cn/201112/cn2011120201002135.html2017 年1月30日閲覧 報道機関としての信用を大きく失墜。時事通信社長退任コメント。MSN3K ニュース。オリジナルの2012年6月19日時点におけるアーカイブ。h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 2 0 6 1 9 0 3 1 4 5 3 h t t p s a n k e i j p msn.com, エコノミーニュース 12618, ビズ12兆618億1730万15、N1HTM2017 年1月30日閲覧。時事通信、記者を注意沖縄めぐる質問で、不適切な表現。朝日新聞デジタル。オリジナルの2016年3月4日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 1 6 0 3 0 4 2 0 0 8 2 4 h t t p w w w a s a h i c o m a r t i c l e s 7 67ggh7futef ック01 rhtml2017 年1月30日閲覧事実通信記者を配置替え 不適切な表現で遺憾。朝日新聞デジタル。オリジナルの2016年3月11日時点におけるアーカイブ。https://web.archive.org/.web/.20160311014611/.http:/www. a a s h i .com アーティクルズ、アッシュ 7G5DZVH7 グッドル 03RHTML イヤーフイコールコムアリスト6032017年1月30日閲覧。時事通信が、廃人の金子東太さん死去と、誤報記事を配信1時間後に取り消し。産経新聞。 http://www.sankei.com/.life/.news/.180219/.lif1802190024-n1.html2018 年2月19日閲覧。金子東太さん死去予報の記者を出勤停止処分に支持。朝日新聞。https。 w w w a s a h i c o m a r t i c l e s a s l 2 w 5 6 h l l 2ホチル例ーに w a t h t m l 2 0 1 8年2月28日閲覧。金子東太田さん死去前に不法、自実記者ら懲戒処分。読売新聞。httpww. w y o m i u r i COJP n a t i o n a l 2018万227 22おいと1 t 5万8 7 h t m l 2 0 1 8年2月28日閲覧株式の状況株主構成株式会社電通グループ時事通信社移動ニュース人物についてはカテゴリー時事通信社の人物を参照ありがとうございます